スティーブ・バイはアメリカのミュージシャン、ギタリスト、作曲家、フランク・ザッパ門下生の一人で、その中で最も商業的に成功したと言える人物、グラミー賞受賞。6歳よりオルガンを習い始め、耳にしたメロディーはすぐに弾けるまでに達した。アコーディオンも10歳から13歳の間、演奏していた。レッド・ツェッペリンと出会い、ロックに目覚める。13歳の頃に、 赤のテイスコデルレイを友人から5ドルで購入し、初めてギターを手に入れた。帰り道に立ち寄った楽器店で1セットの弦を購入。その足で当時地元で有名だったギター講師ことジョー・サトリアーニのもとへ弟子入り。その頃は弦の張り方も知らなかった。スティーブは5ドルで買ったとかいうとんでもない安物ギターと、 3年前に買っておいたという弦を1セット種に持ってやってきた。お互い、まだものすごく低いレベルにいたんだよ。でも、その後、今考えても彼は素晴らしく上達が早かった。暇しに、というよりも、1時間ごとに上達している感じだったな。2番目に手に入れたギターは、ウナバックスのレスポールタイプ。フランクザッパ時代高校で、楽天や音楽理論を習得し、 バークリー音楽大学に入学。在学中に養った財布力を買われ、フランク・ザッパのバンドの財布役として雇われる。1980年代には、正式にザッパのバンドにギタリストとして加入。バイに与えられたセクションネームは、インポッシブル・ギター・パート、スタント・ギター、ストラット・アビューズなどで、名前の通り主に作曲者、ザッパの演奏不可能なパートを受け持つ。 ライブのソロコーナーで、聴衆やメンバーに、ミュージカルのスコアを持ってこさせて、初見で演奏する芸を披露。ザッパとの活動を続けるかたわら、セッションミュージシャンとして、スーのアーティストとも共演する。1982年、ザッパの演奏をバインが財布したものを集めて、ザ・フランク・ザッパギターブックが出版される。この年カリフォルニアに移住する。 1984年に初のソロアルバムフレックスエーブルを発表。ザッパの84年ツアーには参加せず。1984年、グラハム・ボネットのバンド、アルカトラスからイングベイ・マルムスティーンが脱退したため、公認として加入。1985年、元、バン、ヘイレンのデイビッド・リーロスから誘いを受けて、バックバンドに加入。アルバム2枚に参加した後、 バンドを脱退。かねてより構想を練っていた、ソロアルバムの作成に取りかかる。1986年、元セックスピストルズのジョン・ライドンのバンド、パブリック・イメージ・リミテッドのアルバム、アルバムのレコーディングに参加。1986年、映画、クロスロードに悪魔に魂を売り渡したギタリスト、ジャック・バトラー役で出演。終盤のギター対決では、 テレキャスターを持ったギター少年、友人と壮絶なギターバトルを展開する。1989年、レベッカの12枚目のシングル、スーパーガールにリードギターで参加。1989年、元ディープパープルのデイビッド・カバーデールが結成した、ホワイトスネークにレコーディング寸前に不詳で演奏が不能になってしまったエイドリアン・バンデンバーグの代役として、急遽加入し、アルバム、 スリップ・オブ・ザ・タングを制作。ただし、バイの派手すぎる激しいギターソロ等は賛否両論が巻き起こった。特に、フール・フォー・ラビングの原曲との違いは、ファンのうちで議論の的となる。続く、ワールドツアーにも参加。翌1990年に発表されたソロアルバム、パッションオーフェアは、インストゥルメンタルアルバムでありながら、全米18位。 全英8位を記録する大ヒット作となった。ホワイトスネークのワールドツアーを終えてソロ活動に復帰したバイは新人ボーカリストデビン・タウンゼンドを発掘しバンド名義バイとしてアルバムセックスレリージョンを発表。また1993年にリリースされたフランク・ザッパのトリビュートアルバムザッパ・ s ユニバース・ a セレブレーション・オブ25イヤーズ・オブ フランクザッパ。s ミュージックでは、ソファーとダーティーラブの2曲に参加し、同アルバムからのソファーによって、グラミー賞最優秀、ロックインストゥルメンタルパフォーマンス賞を受賞した。1994年には、オジー・オズボーンとの共作、共演のセッションに参加。この時のセッションから、オズボーンのアルバム、オズモシスに、マイリトルマンが収録される。続いて、ソロアルバム。 エイリアン・ラブ・シークレッツ・ファイアー・ガーデンを発表。また、1997年、バイがコンセプトを立案して、自身も、クリスマスタイム・イズ・ヒアのカバーを演奏した、クリスマスアルバム、メリー・アックス・マスが発表された。バイは1998年に発表された続編、メリー・アックス・マスにでもエグゼクティブプロデューサーとして関与したが、演奏には参加していない。 1999年、ソロアルバム、ウルトラゾーンを発表。ウルトラゾーンのエイジアンスカイでは、ビーズと共演している。なお、バイは後に、松本隆弘のソロアルバム、花収録の、1090、千恩和与と、ロメオジュリエットではミックスを担当した。イタリア・ミラノ公演、ジョーサ・トリアーニ、ジョン・ペトルーシと共演2000年、自身レベル。 フェイバードネーションズを立ち上げる。2002年、東京のサントリーホールで、野平一郎のファイアストリングスのワールドプレミアとして、東京都交響楽団と共演。この曲は、エレクトリックギターと100人編成のオーケストラのための曲である。2004年、マイクロソフトのテレビゲーム、ヘイロー2のメインテーマをギタリストとして担当。彼がオーケストラのために作曲した曲を、オランダで、 メトロポールオーケストラと共に演奏し、一連の演奏シリーズはザ・エイキング・ハンガーと名付けられた。2005年には約5年ぶりのスタジオアルバムリアル・イリュージョンズ・リフレクションズを発表。困難の連続である人生、その中で真理を探求する男にまつわるおとぎ話、リアル・イリュージョンズとそのストーリーに付随する音楽をアルバムにまとめることをコンセプトとした連作の第一弾。 物語の全容はまだ明かされてはいないが、自分の全人生をかけた素晴らしい作品になるとバイは語っている。オープニングを飾るビルディング・ザ・チャーチは、テレビドラマ、イリュー、チームメディカルドラゴンマイナスの挿入曲として、オペシーンを中心に使われた。同年、パリで、デュアルギター曲、ザブロッサム・スイートを、クラシックギタリスト、シャロン・イース・ビンと共に、プレミアとして行う。 2006年ツアーでドゥイージル・ザッパと共演ザッパ・プレイズ・ザッパにも一部参加した2011年3月3日母校であるバークリー音楽大学と提携し NY のスタジオから30分間のギターレッスンをライブストリーミングしたレッスンには4455人がアクセスしたとギネスワールドレコーズから認定されラージストオンラインギターレッスンのギネス世界記録を 樹立した。雑パ時代及び、アルカトラズ初期は改造した、ストラトキャスターを使用。その後、ジャクソン、カービン等を経て、アイバニーズとエンドース。そのギターは、最初の使用から現在に至るまで継続されている。JEM モデルの中でもメインにして使用しているのが、エボとフローと呼ばれる個体で、それらをバイが気に入って使っている理由としては、それらのネックとボディは叩くと、 ユニゾンの音程で共鳴するからとの理由を挙げている。前後ピックアップにハムバッカーをセンターにシングルコイルを配する配列と5連スイッチというスタイルはアイバニーズの RG とそれをもとに開発された彼が愛用しているシグネーチャーモデル JEM シリーズが市販のギターとしては最も初期の例の一つである。もともとこの仕様のピックアップ配列はかつて使用していた。 大がかりな改造が施された1970年代のフェンダーストラトキャスターに橋を発している。現在は使用する機会が減っているが、ホワイトスネークに参加した頃から、アイバニーズの7弦ギターユニバースを使用し、ソロアルバム、ファッションオーフェアではほぼ全面的に使用している。コーンのマンキーは、スティーブのアルバムで7弦ギターに興味を持ったと語っている。アンプとキャビネットは、 カービンのシグネーチャーモデル、レガシーを使用等を使用。ディストーションペダルは、アイバニーズのシグネーチャーモデルジェマナイを使用しているようである。ワウペダルに、モーリー社のバッドホーシー。フェイザーに、エドワード・バン・ヘイレンモデルの、MXR フェーズ90。他ハーモナイザーに、イーブンタイドのウルトラハーモナイザーを使っているが、これは彼自身が開発に参加しており、 彼のプログラミングしたチューンがプリセットされている。彼はレコーディングに限らずステージでもこれらをラックに組み込んでいる。ありがとうございます。